シャトーブリアン鈴木妻のチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今日はですね、この4兄弟、何度かお見せしてましたっけ。知ってるかもしれない。多分どっかの動画では出てきてると思うんですけど、月齢がほぼ一緒っていう4兄弟がいるんですよね。でこの子たちは1頭を除いて、みんな、親と一緒に飼っていて、でみんないい感じにその同じぐらいの月齢だし、同じぐらいの その大きさだしっていうことで、そのままの流れで3頭で、向こうのメスも入れて4頭で飼ってたんですよね。でこっちに移動してきて、一番ここで大きい花春福の子がいるんですけど、その子と合流して、でそこからもう4頭で、メスはメスで向こうでこっちで一緒に飼ってたメスと分けてですね、で4頭で飼ってたんですけど、一番年上の子が9月生まれで、一番年下の子が10月の末ぐらいの生まれなんですよね。で10月9月の14日ぐらいなんで、大体1ヶ月半ぐらい差があるんですよ、一番上の子と一番下の子で。で僕としてはこのぐらいだったら許容範囲かなと思ってやってたんですけど、なんかやっぱ結構そのこのぐらいの月齢のぐらいのその幅でも結構飼うの難しいなと思って、一番下の子とか結構軟便なり気味だったりしてですね、で一番上の子はやっぱり下の子たちに比べて腹がボンってできてないっていうふうに思ってたんですよね。でどうしようかなみたいな感じで、いつも考えながらやってたんですけど、今日ですね、たまたま僕の尊敬してる巨匠から連絡がありましてですね、これ分けた方がいいよって、でできるならスタンチョンとかでちゃんと個体管理した方がいいよみたいな話をちょっとご指導アドバイスいただいてですね、あ確かにその通りだなと思って、でそもそもなんでお前4頭で飼ってんだよって言われて、いやちょっと分かんねえなみたいな、理由もなく4頭で飼ってたんで、これちょっとどうなのかと、でこれで悩み解決するんだったら、部屋を分けるだけ、閉めるだけなんですね、閉めるだけなんで、ちょっと早速やってみようかなと思いまして、今日はその動画を回しております。それではシャトーブリアン、よしやるか。じゃあすみません皆さん、ちょっといいですか。やべ閉まんねえ、やべ閉まんねえ、これどうしよう。うんこがあって閉まらない、これ、その分け方でいいの。ドアを閉めるだけと言ってたんですけど、結果的には隣の塔に移しました。見てください。でなんでこっちに移したかっていうと、見ていただいての通り、簡単に部屋移動をしようと思ったら大脱走劇みたいなのもあったりしてですね、すごい大変だったんですよ。この4頭中3頭が脱走してしまい、で全然関係ないいつも散歩ばっかりしてたミクっていたじゃないですか、あいつも脱走してですね、4頭でもうぶわっとあっち行ったりこっち行ったりみたいな感じで、その間に治療も先生も来てみたいな感じになって、先生に飛び出し注意でお願いしますとか言ったりしてですね、大惨事になったんですけど、こっちに移しました。でなんでかっていうと、僕もちょっと最近気づいたんですけど、こちらの同じ塔なんですよ、同じ塔で地層の高さとか同じなんですけど、なんかこっちのちょっと上げ底してあるってことに気づいたんですよね。床がちょっと高いんですよ、だから多分格子のためだったと思うんですよね。格子入れるためなのかな、これは。
なんで上げ底してあるかちょっと分かんないですけど、なんか上げ底したんですよこっちは。でこっちはしてないっていうことで、地層がちょっとやっぱその地層と床の高さがちょっと あれがあるんですよ、違いがあるんですよね。でまあこいつらも大きくなったし、こっちはあの外あの太陽にも当たれるっていうことで、あのこっちの部屋に移動することにしました。でまあこれすいません、あのお前何当たり前のこと言ってんだみたいな感じで、カラスは黒いみたいな話になっちゃうんですけど、あのやっぱり分けて、まあちょっと時間経ったんですけど、分けたらですね、やっぱすごくあのみんないい感じだったんですよね。だから、まあ、まあ今更だろっていうこともあるんですけど、あの分けた方が飼いやすい、管理しやすい。牛もやっぱりもうみんな調子良さそうなんですよ。見てください、この皆さん明らかに調子がいいですみたいな、高速ハミハミして、こいつはこいつでさくってみたいな、であいつはあいつで日向ぼっこしながら高速ハミハミしてという感じになりました。やっぱりあの子牛は分ければ分けるほど管理がしやすいと。で管理がしやすければ、まあ、あの悩みとかも少ないですよね。だからやっぱそっちの方が牛にとってもいいし、あのそんな今更なことを、当たり前のことを当たり前にやる、それが大事だというあのことに今更ながら気づきました。いやそんな感じでした。みんなねやっぱね2頭ずつぐらいで飼ってあげると、なんか管理もしやすいし、なんか調子も良さそうなんですよね。こんな感じでした。じゃあそれでは皆さん、シャトーブリアン。